巷でですね、パリピダンスと呼ばれるものが流行ってると聞きました。何やそれ一体。ということでちょっと調べてみたんですが、要するにメルボルンシャッフルとかカッティングシェイプと呼ばれるものですね、そういう、スライド系のステップを使ったダンス、だから要するにこうズンチズンチみたいな、ズンチ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 みたいな、そういう解釈でやってまいりました。なのでこの動画を皮切りにですね、いわゆるそのパリピダンスを覚えたい人向けのステップ講座みたいなのをやっていこうと思います。今回はその場チャールストンです。はい、その場チャールストンの前に、まずチャールストンってなんちゃいっていう人はこの辺にね出てるマークをポチッと押したらブーンって動画が出てくるので、チャールストンまだよくわかんないしっていう人はそれを先に見てみてください。それではまずその場チャールストンを簡単にやってみます。5678ズン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 、いつまで続ければいいんですかこれは。はい、顔面排除解説モード。まず普通のチャールストンだったら前に進んだり、はい、あとは後ろに下がったり、前に進んだり後ろに下がったり、これが普通のチャールストンになります。しかしその場チャールストンっていうのはその場から動かない、動いたとしてもちょっとこう回るかずっとその場で踏み続けるかっていう感じなんですけれども、ノーマルチャールストンはですね、こう一本橋を歩くイメージっていうのがまず基本でした。しかしその場チャールストン一本橋消えます。もう足場が四角形、もうここしかないです。足場がこれより外に出たら死にます。僕は今死にました。はい、その場チャールストンはですね、普通のやつと比べたらその場でしかやっちゃいけないよっていうルール、まず決まりけど、普通のチャールストンができたらすぐできると思うんですが、まずは基本の足運びからです。足を前に置きます。はい、次もう後ろに下がってる足を横に出して、この人を今前に出てるこの足、こいつがあったところに置きます。ってことはこの人邪魔ですよね。こっちの足は邪魔ですよね。こっちの足はだから後ろに下げる下げる下げると、入れるを同時にやって反りとなります。同じことを今度は反対の足で反り、この時はね、まだ内股とか外股とか何も考えなくていいです。とりあえずこの足を横向きにやりましょう。前に出てる足を後ろに引いて入れ替える。まずはこの練習をしてみてください。はい、基本の足運びが分かったらですね、もうこの練習がこれができるようになったら、あとはこれにチャールストン今までのやつをね当てはめていけばいいだけです。これですね、この動きをグッパ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 。慣れてきたらですね、ちょっとリズムを変えてみたり、チョンチョンチョン回ってみたり、普通のチャールストンと同じでポイントはつま先でこう足を動かしてあげるっていうのがポイントになります。そして顔面解除、はい、ですね、足さばきは今の通りなんですが、じゃあ上半身はどないすればいいねっていうと、上半身は自由でいいです。基本的にこうちょっと走る感じ、腕を振って走るとか、なんか腕を上げてみたり、ちょっとなんかみたいな感じになったり、基本的に交互に動かしたりして、であんまりこう細かい音取りをしなかったら上半身はね何でもいいと思います。それよりもこの下半身をちゃんと滑らせてあげるっていうのがキーポイントになってくるんじゃないかなって感じですね。でこれができるようになったら、次はこう横に行ったり、あとまたちょっと違うステップにも応用が効くので、とりあえずこのチャールストンとかでですね、このつま先
つま先でこう足をスライドさせるっていうかステップを踏むっていう感覚を養ってみてください。はい、今回はそんな感じでまた次の動画でお会いいたしましょう。ヒルでした。こんな感じです。だいたい違いはわかるかしら。足を太ももを別にこう